ハンス・ヨアヒム・ヘルマンは、ドイツの軍人、弁護士、ネオナチ活動家。ハヨヘルマンの愛称でも知られる。軍人としての最終階級は、ドイツ国防軍空軍大佐。第二次世界大戦後は弁護士として、ホロコースト否認論者や、極右活動家のための弁護を行った。キールに生まれる。1933年に、ドイツ国防軍に入営。 当初は、不評価だったが、1935年には、空軍総司令、ヘルマンゲーリング時期時期の勧誘を受けて、新設のドイツ空軍に移籍した。1936年から1937年まで、コンドル軍団の爆撃手、対空砲監察官として、スペイン内戦に従軍。第二次世界大戦では、ポーランド侵攻バトルオブブリテンに参加。 ロンドン東部のテムズ川川口近くにあるインディアドックを爆撃した。1940年10月に騎士鉄十字章を受章。1941年に地中海戦域に配置替えとなり、イギリス軍の戦略拠点であるマルタ島を爆撃した。同年4月、ドイツ空軍はピレウス軍港の英海軍部隊に対する 封鎖作戦を立案し、6日深夜から7日未明にかけて実施された。この作戦は、機雷の投下により、軍港を封鎖することが、主目的とされていたが、ヘルマンは、命令を無視して、上記の呪マイナス88爆撃機に 250kg 爆弾2発を積み込み、艦船への爆撃を完工した。ヘルマンが投下した爆弾は爆薬を満載していた。 輸送船クランフレーザーに命中、これの誘爆により大小合わせて10隻の艦船が沈み、港湾施設にも深刻な打撃を与えることになる。これは命令に違反した行動ではあったが、敵艦船11隻撃沈という先行により、黙認され、ヘルマンら上位4名には、司令部から艦状が送られた。その後、独祖船に従軍し、 ソビエト連邦に物資を供給する連合軍の輸送船をノルウェーから出撃して、ムルマンスク港で爆撃した。1943年5月、ヘルマンの提案により夜間戦闘隊である第300戦闘航空団が結成され、これの指揮官に任命された。この部隊では、ビルデザウと呼ばれる特殊な夜間防空作戦を展開した。 これはあえて地上の10管完成を行わず、地上からありったけの照明で夜空を照らして、敵爆撃機のシルエットを浮かび上がらせ、上空に待機した戦闘機体がこれを襲撃するという戦術であった。同年8月23日夜から24日未明にかけてのベルリン空襲の際には、ビルデザウ先方により多数の英空軍ランカスター爆撃機が撃墜された。 エルマンも指揮官として、防空戦に参加し、この選考により、騎士鉄十字章に、柏キ明が付される。空軍司令官レーリングからの信頼を得ていたが、それは時に、空軍の序列を無視した、組織運営の際と、連合軍の戦略爆撃に対する防空作戦の、成功によるものだった。1944年1月、 航空省や戦争官として、騎士十字省に、検証が付される。1944年10月、神風特別攻撃隊の出撃が、新聞等で報じられると、ヘルマンは、日本の大島広中毒大使を招くなどして、情報を集めた後、爆撃機への体当たり攻撃を任務とする。 エルベ特別攻撃隊の創設に着手する。この部隊は1945年4月7日の大空襲の折に実際に出撃している。剣付白陽機施鉄十字章を受章したヘルマン第二次、世界大戦中の自身の出撃370回、急激撃墜、悲劇墜は4回であった。敗戦後、ソビエト連邦で赤軍の捕虜となった。 1955年10月に西ドイツに帰還。1959年に歌手で教師の女性と結婚し、二次を設けた。大学で法学を学び、1965年にデュッセルドルフで弁護士事務所を開業した。ヘルマン自身極右思想の持ち主であるが、元ナチスやネオナチ、サラホロコースト否認論者の弁護活動で著名になった。 顧客には、オット・ー・エルンストレーマー、デイビッド・アービング、自称ガス質専門家のフレッド・ロイヒターなどがいる。ヘールマンは、第二次世界大戦に関する書物を表し、ドイツ国民同盟やドイツ国家民主党のための演説をしていた、2010年11月5日、死去。97歳没。ありがとうございます。